さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。よし、そろそろみんな上達してきてるな。テストの点も結構全体的に良かったぞ。先生、大変です。本当に大変です。ああそうだろうな、お前が言うときは俺が大変なときだからな。絶対行く、ちょっと待ってろ。ったくもうなんだよ、いつも大げさだなお前。先生、ガチでウイルスに感染します。助けてください。え、なんだってお前、なんだよこれ、なんでこんなのかかってんだよ。やばいよ先生、王子先生の秘密の花園ファイル仕込んだままだからさ、先生のファイルまで破損しちゃうよ。それは絶対にダメだ。俺が授業中にひっそりと集めたあんな画像やあんな動画が、あーダメだ、それは絶対ダメだ。ねえ、私いつも思うんだけど、王子先生の秘密の花園ってなんだろうね。え、どうせあいつが王子先生を困らすために適当に作ってんでしょ。うん、でもそれにしてはいつも王子先生慌ててるみたいだけど。いいか、そのファイルだけは何が何でも守るんだ。分かったよ先生、俺も最善を尽くすよ。よし、これをこうしてだな、お前はあっちのルートをたどってくれ。分かりました先生、絶対守りましょうね、俺たちのロマンを。ああそうだな。今日も授業疲れたな。なんかこう最近刺激が足りない気がするな。もうちょっといろんな動画と画像集めよう。お疲れ様です。王子先生、聞いてくださいよ、この間の脱毛サロンの話の続きなんですけど。え、まあ正直全然興味ないけど一応聞くか。ああなんかこないだ言ってましたね、先生の毛が濃すぎてなんか脱毛サロン断られたって。それが引き受けてくれたところがあるんですよ。何回コースで全部なくなると思いますか。え、何回コース、まあ10回くらいなんじゃないんですか。多分行ったことないですけど。僕の毛が濃すぎて全部なくなるのに1000回コースらしいですよ。え、1000回も行くんですか先生。なんかすごいですね。てかぼったくられてないですかそれ。いや、受付のお姉さんが可愛い笑顔で言ってくるからもうついつい反抗しちゃいましたよ。いや、それ多分ねぼったくられてますよ先生。もう鈴井先生、王子先生にそんな下品な話しないでください。王子先生はきっと全部ツルツルなんですよ。いや、そんなことないですよ、僕だってちゃんと大人なんですから。あ、ついでにその旋回コースの中に下も含まれてるんですけどね。いや先生、聞いてないです、もう聞きたくもなかったです。王子先生ちょっといいですか。え、飯田先生、最近登場してなかった飯田先生じゃないですか。そろそろ王子先生私と絡みたいかなと思って、いろんな意味で。ちょっとやめてくださいよ、そんな言い方じゃ誤解されるじゃないですか。出たな、あの目ぎつね目、また王子先生を色気で誘惑して。いいな、俺も飯田先生と喋りたいな、ずっとあの胸の谷間覗きたい。王子先生ちょっとお願いがあるんですけれど、実は私のクラスの生徒が一人転校するんです。それで花束を用意しようかなと思って、よかったら王子先生ついてきてくれませんか。ああなるほど、そういうことですか。もちろんそういうことなら手助けしますよ。さすが王子先生、優しいですね。もちろんお礼はちゃんと返しますから。はい、楽しみにしてます。ごくり。王子先生気をつけてくださいよ、また飯田先生何するかわからないですよ。気をつけるも何もないですよ、ただの先生同士なんですから。緑、喉乾いたね、何飲もうかしら。やっぱり私は女子力を上げるためにフルーツジュースね。緑は何飲む。私は赤ワインかな。え、緑、そんなの売ってない、これだって自動販売機だし、ここ高校だよ、そういうの飲んじゃダメなんだよ、ちょっと似合うけどあなた。はいはい、もうあなたもうフルーツジュースにしときなさい、フルーツジューチュー、もう噛んじゃった、フルーツジューチューって言っちゃった、もういいもんいいもん別に。はい、これあげる。それにしてもなんか楽しいことないかしら、ほんと。まあ桃は好きな相手が相手だからね。好きになった相手が先生だろうが芸能人だろうが何だろうが関係ないわよ、好きになった気持ちに嘘がなかったらそれでいいのよ。ブン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 。緑もそろそろ新しい恋しなきゃね、何かいい人いないの。
あんまりそういうのないかな。これといってタイプって感じもないし、ま、無理に作るもんでもないしね。王子先生、なんだかお久しぶりですけど、寂しかったですか？え、寂しかった、まあ寂しかったっちゃ寂しかったですけど。え、相変わらず可愛い人ね。私は王子先生と喋れなかったから寂しかったですよ。ま、またまたご冗談を。あ、は、早く行きましょう。あ、ほんと飯田先生は調子狂うんだよな。なんかこう手のひらで転がされるっていうか。ん？あれは伊藤さん？ふん、いいところにいるわね。ちょっと面白いことしちゃおうかしら。あの王子先生、ちょっと待ってください。え、どうしたんですか飯田先生。実はちょっとだけ足首の調子が悪くて、よかったら手をつないで歩いてもらえませんか？え、手をつないでですか？え、でも車もうすぐそこですし。ダメですか？あ、いえダメじゃないですけど、なんかほら勘違いされちゃうかもしれないんですけど。まあ飯田先生が痛いって言ってるから仕方ないよな。わかりました、じゃあつなぎますね。おいおい、これ大丈夫かよ。っていうか、なんか手の感触があったかいな。う？あれはもしかして王子先生と飯田先生？気のせいかしら、手をつないでる風に見えるんだけど。ああ、絶対もも怒ってるよ。だってツインテールが静かに揺れてる時ってこう怒ってる前兆なんだもん。みどり、あれさ、もしかしてなんだけど、王子先生と飯田先生手つないで歩いてる？え、うん、そうだよ。てか、あの、もも笑ってるの怖いし、ポーズも変わってないよ。そのままの体勢で振り返られたらちょっと怖い。さ、着きましたよ。とりあえず車に乗りましょうか。よし、じゃあとりあえず花屋さんまで向かいますね。はい、先生、よろしくお願いします。先生、ちなみになんですけど。あ、何ですか？車の中は何してもいいですよ。いや、先生先生、今あの言う前に僕動揺してぶつかっちゃいました。もう飯田先生、あの僕からかうのやめてください。え、先生からかってなんかないですよ。私は全部本気です。いや、それもそれでちょっと困るっていうか。え、困るんですか？いや、困るわけじゃないんですけど。さあ、着きましたよ。とりあえずここに止めときますね。わあ、綺麗だな花。なんか癒されますね。あの、すいません、花束をちょっと注文したいんですけど。なんだお前たちも花欲しいあるか。本当に花欲しいあるか。最近そこにラブホテルできて、なんかこう治安悪くなってあるね。変なお客さんいっぱい来るある。あー、そうなんですね。ちょっとこの辺の周辺の事情はちょっとわからないんですけれど、私たち先生をやっておりまして、転校する生徒のために花束を用意したいなと思って。あ、なんだそういうことか。それ先に説明するあるね。てっきり私はズコンバコンした後に、とりあえずなんとなくフラフラ歩いてるカップルが入ってきただけと思ったあるね。あの、なんでしょうね、結構言うんですね。じゃあ飯田先生、どれにしますか？そうね、転校する子が女の子だからピンクとかでいいかもしれないわね。じゃあピンクお願いします。お、ピンク選んであるか。ふっ、お前の頭の中みてえだな。おい、お前やめとけ。そんなこと言うんじゃねえ。お前本当に花屋か？なんか変な花屋さんでしたね。もう早く戻りましょう。さてと、いや、スムーズにでも変えてよかったですね。あの、王子先生、さっき言ってたホテルってどこにあるんですかね？え？ホテルですか？あー、そういえばできたの知らなかったですけど。あれじゃないですか？ほら、ここの左側にあるところ。へえ、でも立派なホテルですね。まあでもきっと普通のホテルですよね。飯田先生、さ、早く学校に戻りましょう。うわ、なんだ急に雨と霧がすごいな。飯田先生、早く車に乗ってください。王子先生、この雨と濃い霧じゃ運転するの危ないですよ。ちょっと建物に入りましょう。あ、まあそれもそうですね。とりあえず濡れちゃいますよ。早く。あー、困ったな、これ。なんだよ、今日の天気予報こんなのって聞いてないぞ。王子先生、ちょっとだけ休憩していきませんか？え、休憩、いや休憩って、その飯田先生、
ホテルの休憩っていうのはちょっとこう意味が違ってくるというか。私薄着なんでちょっと濡れちゃったから寒いんです。先生温めてくれませんか。え、温める、暖房のことですか。わかりました。とりあえずでも風邪をひいたら大変でしょうから、入りましょうか。おいおい、これやばいんじゃないか。ま、でも俺たち大人だし別にいいよな。いや、いいけど、いいとか悪いとかじゃなくて、やばい、頭がちょっと回ってないぞ今。王子先生、どこまで行くんですか。え、どこまでって、ここ一番上か。とりあえず中に入りますね。なんだこの部屋、ベッドが一つ置いてあるだけじゃねえか。王子先生、暖房よりも王子先生が温めてくれた方が早いと思うんですけど。いや、飯田先生、落ち着いてください。え、王子先生その手全然落ち着いてないですよ。こうしちゃいられないわ。いくら雨が降ろうと雷が降ろうと何が降ろうと、私はこのセグちゃんでメギツネを追い回してやるわ。ああ、雨の中でもツインテールなびくなびく。あったわ、これは、確か王子先生が乗っていった車ということは、ここにいるってこと。え、何これ、ホテルチェリーって、もしかして王子先生そんなことしてるの。やだ。あ、王子先生どこにいるのよ。あれ、ここじゃないのかしら。何この部屋、もうやだ。こういうとこ来たことないから、なんか恥ずかしいんだけど。早く探さなきゃ。まだ上かしら。あ、どうやらここで終わりみたいね。ということは、ここにいるに違いないけど、あ、でもなんか私余計なことしてるのかな、もしかして。いや、でも飯田先生だからきっと王子先生を騙して勝手になんかそういうことしようとしてるに違いない。王子先生。あら、伊藤さん何してるのこんなところで。え、いや、なんだ伊藤、びっくりした、何しに来たんだよ。ここは高校生が来るところじゃないぞ。先生たちは何してたんですか。何って、先生はだな、飯田先生と花束を買いに来て、帰り道に霧がかかって大雨が降ってたから危ないから、ちょっとだけここで避難してただけだよ。本当にそれだけなんですか。バカお前何聞いてんだよ、それだけに決まってんだろうが。王子先生暖かかったですよ。ちょっと飯田先生、勘違いされるようなことやめてくださいよ。あー、もう2人とも早く行きましょう、そろそろ雨も霧も止んでるでしょう。あー、よかった、止んでるみたいですね。さあ行きましょう。伊藤さん、さ、早く王子先生の車に乗りましょ。くぅ、この女本当にいけすかない女ね。うん、セクシー教師と女子高生か、俺贅沢だな。よし、そういう類のファイル集めておこうっと。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。